あ、それだけなんだ。そうそう、十分。回転がこのくらいじゃ全然問題ない。ありがとう。これはさ、萩原さん、ANだったりね、久保田の ANここは全部手作り。あ、これはみんな手作り。遠心力でね、遠心力で空気の取り入れを調整するわけだ。ここに動いた時にこれが動めなくなる。回転が上がると遠心力でこの重りが開いて、腕レバーを引っ張ってこれがストップする。ストップするとほら、うまく。あー、それでストップ。遠心力でほら、これでストップ。このレバーがもうこれ動けないよ、空気入れないよってなるから、自動的にこれがまたエンジンが低下してくると、このバネが効いて戻ってくると空気取り入れるから、またエンジンがこう回転が上がる。この繰り返しなんだよね。全て手作りですか？全部これも、これも全部、これ全部、はあ、全部で、ここもシリンダーに穴を開けて、吸入口と排気口両方穴を開けて、こういう風に巡回するように2サイクル4サイクル2サイクルって感じだから、本当にここから空気が入るだけですよね。そうそうそう、これ空気入れなければいいんじゃん。止まる、ガソリンが気化するにはやっぱり空気が入らないと燃えないのかな。このこれは飾り。いや、これは前に使ってたんだね、 ANの時に。飾りね、今は。今はこれは前のまんま、わざとこう入れる。わざと外して。この辺はみんな抜いちゃったけどね、また入れればあるんだけどね。え、ここは何の部分だったんですか、これ。あ、潤滑油はどうしてんですか、これ。潤滑油、水サイクル、潤滑油、潤滑油らしいのはこれだけなんだよね。これは何する潤滑油。ピストン。シリンダーが焼きつかないようにする。これ、このオイル板がここにあるっていうか、まあ、はい、クランク下に、クランクの下に溜まるから、通常サイクルだったらそこから駆け上げて、はい、あのシリンダー内をオイルを跳ね飛ばすわけだよね。これ跳ね飛ばしてるんですか。跳ね飛ばす、オイルがいっぱいになると跳ね飛ばすんだけど、オイルは入れてない。だから垂れ流して、垂れ流して溜まったやつを抜くだけ。これはどこへ。これはシリンダーの側面。シリンダーの側面、発動機のこの ANは横型はオイラがあるでしょ。そこと同じとこ通してるんだよね。わざわざじゃあ、ライナーに穴開けたんですか。もともと開いてる。開いてるのを利用して。そうそう、もともとは上からポンパーの水たまるところに柱が立ってるでしょ、オイラーのこれを乗ってる。ああ。だから垂らしてるけど、あ、そもそもここから入るんだ、 ANは。はい、入る。ああ、この中の弁っていうのは何でできてるんですか。真鍮板、何の板でできてるんですか、こういう弁は。真鍮。下がった時にクランク室の圧がかかって、これを持ち上げると燃料と一緒に引き上げるわけです。この穴の加工は自分でされたんですか。そうそうそう、穴を開けて、こういうハンダで。シリンダーの
溝が縦に圧痕してある、はい、これを全部取っ払っちゃうとこのピストンリングはそこを飛び下がるんで、わざと残してあるんですか。残してあるあの柱を立てることによってピストンリングがそうそうそう、うまく潤滑するわけですか。そうそう、あれがないとピストンリングが今度はそこに出たがるんで、あ、側面を削っちゃうわけですよ。この加工も全部されてる。そうそうそう、部品全部、これも全部すべて自分で加工されたんですか。全部すべて、これがこうなってこうなって、こうか、こうに入るんだから、こうなるかな。あー、なるほど。普段はこうなっててピストンが下がった時にこう押すわけじゃなくてね、圧がかかるから、これが上がることによって上がって燃料が空気が流れた時にこれ開いてあれば燃料吹き上げるわけだね。吹くわけですね、そこにね、吹き上げるわけだ。それとピストン内にシリンダー内に入るから、そこへこの熱で着火できるわけだ、ね、これ他の焼き玉エンジン見て作ったんですか。やっぱりそうそうそう、みんなそうなってるんですか。佐藤の焼き玉、あの宇賀さんの2回直してるから、あ、構造を自分で頭に入れて、でみんな大体こんな感じなんですか。もう焼き玉こう。ああ。そうですか。だから構造がやっぱり分かれば、何でもそうだけど構造が分かれば、こういう部品パーツができれば一つの機械として成立するんだね。この物を見ちゃそれをばらして構造を覚えて、それで日本のものとしていろいろ作ったものがだいぶ世の中にありますよ。これは何？これはね、あの、なんていうの、昔の分度作るくらい、なんていうの、分度器。あ、有光だ。有光だ。の、ああ、その部品。ラボさんかなんかに、ほら。これ一番作るときに難しいなって思ったとこあるんですか。特にない。特にない。時間がかかるのは間違いない。あ、そうなんですか。いや、難しいなって感じは何もなかったね。あの、よく焼き玉だと密閉性がよく言われるけど、空気がやっぱり余計なところから入るとよくねえよみたいな。あ、それは当然あります。それはあの、オイル缶あたりから密閉性が悪くて、あとこのクランクのシャフト台ね、ああ、シャフト圧が抜けたりするとメタルのところから、そうそう、そうすると今度は燃料を押し上げるその圧が少なくなっちゃうんで、これが点火も悪い。点火は圧縮だけ、点火はそれだけ、何かの点火も悪くなるね。燃料上に上げる能力はなくなるかな。そんなちょっと温めただけで回っちゃうんですか。回ります。そんなに今温めてなかったですよね。ええ、あとはこう、あの、普通にでも入れとくのがね、いいんだけど簡単ですね。これ持ち運びするの嫌だから、ガスが切れば切れるかも、組み込んできるから海だと、ベストロに入れて、それが不安だから、ガソリンが必要だから。いやー、今簡単だったな。